オンセクシーです。今日はこの渋谷の街で男性のセクシーだと思う一面を女性に聞いていきたいと思います。なんでまあそれが分かれば男性はもうそれをやるだけだから、前回のと違って今回狙ってできるからね。うん、だからそれを実際に役立てる番組にしていきたいと思います。どうこのポーズ、結構角度は研究してるつもりなんだか、行ってきたいと思う。色気、男性の色気、私は横顔です。横顔が好きです。どんな横顔でもいいんですか。なんだろう、シュッ俺これ横顔シュッとしてる。あ、いいですね。ここ顎のラインとか、はい、ここいいよね、はい、分かる分かる。俺もね、最近ありがとうありがとう。俺も好きになっちゃうんですよ。俺好きって言われたらすぐ好きになっちゃう。勘弁してもらっていいですか。あ、危ないです、ね、危ない、すぐ好きになっちゃう。進みます。車、車いいですね。車ドライブしてて、何の車種に乗ってたらいいじゃん。はい、俺は何だろう、何だ、軽トラはちょっとかな。なんかたださ軽トラとかその、はい、あのクッションが弱い車に乗ると女の子のテンションが無意識化で上がるらしい。はい、へえ、らしい。そうなんですね。ただ雑学出してみた感じです。はいはい。低めの車、車体が低めの車。そうなんだ。がいいかな。まあ速そうなやつ。速そうなやつ。そっか、じゃあ何か調べておきます。はい。これちょっと本当に個人的な趣味になっちゃうんだけど、はい、笑った時にここに、はい、そのシワが集まる人って。めっちゃ集まる。集まる。人相学で調べると、はい、なんかそんな特段どっち寄りでもないようなこと書かれてるんですよ、はい。性格の特徴とか書かれてるんだけど、はい、個人的になんかここに集まる人が。すげえいい印象がある。そうですか、じゃあいい印象。かわいい。ありがとうございます。気分どうですか。あ、嬉しいです、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいです。いや、俺好きだからね。ありがとうございます。シワ大事にします。シワ大事にして。シワ褒められたのは初めてです。シワの話は終わりでいいから。あー、絶対難しい。なんか伸びしてるとき、いい意味な色気。そのこのポージングがやばい。めっちゃ見てくるね。これやばいやばい。違う。さりげない。なんか仕事終わりとかに。それいい。わかるわかる。なんかわかる。それははっきり言って女子がやってるのを見るのもいいよ。ああ、俺はそう思うな。ちょっとオフモードに入るときだし、だし女子がやっぱ上にこうやって伸びてる時の体幹周りのガードの緩さというか。めっちゃ変態じゃない。変態。変態じゃない。変態です。いやいや、みんなこれは心の内に秘めてるから。秘めてる。そうでしょ。いいじゃん、いいじゃん、伸びは上に。ガード崩れてないけどいい。ガードのこと考えたこともない。じゃあ俺が変態なだけでした。間違いない。そうか。間違い。そうだ。でもうちセットしてる髪の毛が風呂上がった後に崩れた時、あのペタンコになった時、やばいみたいな。セットしてる方がかっこいいじゃん。そうなんだけど、なんか可愛さが出てくる。俺セットしてるよ。だから母性本能が。羨ましい。話をまだしたいの。そう。またはどうでもいいの。いやでもこれはなんか想像できそう。ああ、確かにね。これもなんかちょっとこう気が抜けてる瞬間みたいなところね。ああ、そう、確かに。ああ、なるほどね。じゃあその瞬間をたまに見せていけばいいのかな俺は。そうです、そうだね。エロい部分、はい、手の血管、腕の血管。血管がいいんだね。血管、なんか俺体鍛えるとね、血管がなんか浮いてこない。確かに。そうなんや。どうしたらいいの？知らんよ。力入れるみたいな。力入れる。血管っていうワードが出るたびに俺もインタビューってずっとこうやってるから。血管見せたいから。あっちゃあった。なんで？ここかな。ここ部分がいい。こうやってると見える部分がわかるかな。なんていうの、この肩のここって書いてある。そうそうそう。ここ首じゃなくて肩。ここ、なんで踊ってるの。
っともっこりしてるぐらいの方がいい。うん、なんか、ここが出てる靴とか、なんていうの、くぼみ、エクボみたいな、うん、なんか、難しいな。たまに見えるみたいな。そう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 、目の模様みたいな。そうやっぱなんかあれだね、女子の感じるエロさってやっぱ男とちょっと違うよね。たまにこうなってる時に見える感じみたいな。隠れてる。普段隠れとって動いたりしてパッと見えるみたいな。チラリズムか。男子も好きだもんね。セクシーどういうの？セクシー、セクシー。多分、はい、筋肉か。筋肉、はい、ほー、それはセクシーかなと思います。ここどうか、ペコとか、筋肉、これも筋肉、そうそう、いや、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ、かっこいいんですよ。好き？あー、まあまあですね。だいたいこの辺のリアクションはもうあれだね、他の日本のこと全然変わらないね。優しかったら最後。そうですね。そして浮気したらどうする？あ、クロスよ、はい。クロスよ。マジで。あ、わかりました、わかりました、はい。浮気はダメね。はい。殺されたくて。はい。わかりました。例えば、はいはいはい、私思いのやつ持ってるんで、はい、隣の男を連れてきてくれたんで、そう、それは、あ、そうですね、それは優しいかなと思った。あ、なるほどね。なんかやっぱあれだよね、こう好きな男性の他のことよりやっぱこうフェチみたいなところを聞いてる方が女の子みんなウホッウホッって感じで喋ってる。なんかいいよね、なんか。そうですね。タイプってどういうタイプが好きなの？二重な人。二重の人。二重か。二重ばっかはどうしようもないからな。じゃあ最後の一縷の望みでもう一個だけ好きなタイプもらっていいですか？好きなタイプは、あ、筋肉？筋肉が、あ、ガタイがいい人。はい。はい、言わせてる感。ポイント、あ、鎖骨とかですか？鎖骨か血管か。十点満点でちょうだい。10点満点。あ、もっとこう出てる方が。あなたは10点。あなたは10点。私は10点。10点満点。俺から見たあなたは10点。はい、よかったです。これだ。じゃあ6点。今使おうとしたのは心理効果の偏方性の法則っていうのを使おうとしたのね。先に何かいいことを言うと返ってくる、そう信じて使ったんだが、今俺の知的さ見えてるかな。あ、はい、これで終わりです。はい、セクシー、どうも安野です。今日はこの渋谷の街で女の子にセクシーと思うポイントを出したね、ポイントを聞いてきました。やっぱりなんか多いのは筋肉なんかな。かつなんか聞いた印象だとふわふわと大きいのよりもどちらかというとシャープな方がやっぱりいいみたい。もう鍛えるしかないやろ。興味の話、あの夏も近いし、体作ってこ、みんな。なんか女の子もやっぱり我々メンズと同じようにあのチラリズムが好きみたい。うん、から鍛えたお腹を出すべく、もし鍛えられたならばちょっと狙える部分はあるよね。モテたいのならば、まずは体を作りやっていくと、そういうことなんじゃない。まあ今から頑張ればね、夏までにまだ間に合うでしょう。もう鍛える、海行く、陸上ではチラ見せする、体作ろう、みんなレッツ筋トレ。以上、やすのがお送りしました。バイバイ。東京ときめきチャンネル、また見るね。